ちゃこんにちは。はい、ゆたかさん。はい。はい、今日も3連戦を振り返るの時間ですが、はい。なんといよいよね、前半戦最終カードということで、まあ、終了だね。あっという間の前半戦でしたね、なんか。あっという間か、いろいろあったけどな。いろいろあったけど、まあ、あれっていつの間にかもう前半終わるのっていうね。まあそうだね。順位はどうなってるかということだけども、本当ね、前半戦終わってね、はい、どうなってるんでしょうね。で、前回書いたね、オールスター気になってた、うん、ね、ちいちゃんのバウアー、ちいちゃんのバウアーってなんか史上語弊ありますけど、史上最多36万票獲得で2位村上に圧倒的な差をつけて10倍の得票数です ね、あの出場が決まったという ね、ちいちゃん大喜びというねそうね、はい、本当に、なんかまあ、まあ、ラスト1枠をね。ねえ。まあ、発信力だとか、うん、やっぱこう、アピール力。アピール力。ね。まあ、2人言えなかったけどさ。まあ、はい、そういうのがね、やっぱり意欲的でいいよね。うん。はい。あとね、この、最近の活躍っていうのもまた評価の対象だったんですかね。まあ、そうだね。うん。まあ、出て疲れて帰ってこないようにね。そこですかね。まあ、チームは大変なことになってるから ね。とてもタフな投手とはいえ。はい。ね。そうだね。はい。はい、ということで、はい、また振り返ります。今日も前半戦最後。はい。ね、こうなりました。はい。ちょうどね、はい、3連休だったのでね、うん、そこの土日月と試合がありましたが、ね、はい。はい。ということで、セリーグはこのようになりました。うん、はい。DeNA 対広島は広島の3連勝。うん、阪神対中日は中日が2勝1敗の勝ち越し、うん、ヤクルトと巨人はヤクルトが3連勝というような結果になりました。はい、はい、それでは DeNA 対広島、うん、ね、DeNA、はい、今永、東、バウアー、はい、絶対負けれないよ、この投手3人揃えて。もうこのね、順位的な話にもなると、うん、絶対に負けたくはないという、そう、ね、3連戦でしたね。で、広島、はい、大瀬良、うん、野村、とこだ、はい、ね、1戦目、うん、2対1、はい、広島、はい、これ4番に菊池を入れてきたんだよね、うん、やっぱ菊池を入れることによってつなぎの4番をやってもらおうというね、うん、やっぱ怪我人が多いし、うん、もう苦肉の策だったと思うけども、はい、4番に入れてきたという、うん、ね、で DeNA がね先制するんだけども、はい、まあ結局9回山崎康明が2点取られて、うん、まあ、逆転という、その中で坂倉が同点ホームランで、なおも攻撃をするんだけど、小園のショートゴロを、うん、これを内野安打にしちゃうんだよね。ちょっと高いバウンドだったんだけども、ちょっとイレギュラーも多少しながら後ろに下がって取った分だけ、うん、強い送球ができずに内野安打にしてしまったというね、うん、で苦しい状況の中、まあ、エスコバが出てきたんだけども、はい、相澤がね犠牲フライで勝ち越しという、うん、でそのまま逃げ切られるという ね、もうほんとちょっとの差だと思うんだけどさ、で今永も素晴らしい投球してたんだけど、うん、勝ちに結びつけなかったというね。そうですね、うん、まあ広島は大瀬良がねなかなか勝てなかったんだけども、うん、でも大瀬良が勝ちはついてないけども、はい、大瀬良が投げた試合で勝ちがつくようになってきてるよね、うんうん、これはいい兆候だなと思ってね、広島の方がね、うんうん、で2試合目、はい、3対2、うん、広島、はい、ね、これはまた1点差ですね。また1点差なんだよ、うん、これデビッドソン、はい、ね、やっぱこう先発で使うとやっぱ外国人って怖さあるね、うん、ツーランホームランで先制する、はい、で6回7回に1点ずつ取って、うん、まあ、同点に追いつくも8回2アウトから、うん、まあ、伊勢が投げてる時にライトフライを関根がなんでか知らないけど落球すんだよ。いやもうチェンジって思ってみんな帰りそうな、ね、うん、動きでしたけど、まあ、全員帰ってたんだけどね、うん、帰りかけてたんだけども、うん、まあ、落として、まあ、それが二塁まで進塁されて、うん、まあ、野間のタイムリーヒットが決勝点になるというね、はい、まあ、これも1点差、うん、だからその球際というかさ、まあそういうところ、まあ1戦目のその内野安打にしたってそうだけども、うん、やっぱちょっと球際がこう弱くなってきてるなというね、DeNA の方は、うん。逆に言えば、そういうちっちゃなミスをものにしてる広島の方が、やっぱ球際が強くなってきてるのかなっていう、うん、まあそんな感じがするね。はい。はい、うん、まあ、もったいない試合を2試合とも落としてね。
本当にね、うん、まあ今永が投げて東が投げてって、うん、もう普通連勝で来なきゃいけないのに、うん、まあ連敗できたと、はい、で3戦目はバウアーと戸郷、うん、まあ2対1で広島また1点差なんですね、まあそうだね、だからバウアーが7回111球、うん、7安打8三振、はい、まあ2失点、うん、でまあ戸郷もいいんだよね、はい、6回3分の2、91球、2安打しか打たれてないというね、そうなんですよね、で 1失点というね、うん、だからやっぱこう、まあ球際の強さだったりだとか送りバントができなかったりだとか、うん、まあそういうことになってくるとやっぱこうどうしても辛くなるね、うん、まあ、それとやっぱ DeNA の方はしばらくその首位争いをしてなくて、まあ、ずっと前半戦首位争いをしてきたじゃない、うん、その疲れっていうのがやっぱ出てるね、うん、やっぱその普通の疲れと、うん、その首位争いをしてる時の疲れっていうのはまたちょっと違うと思うんだよね、うん、で疲れを感じた時からやっぱ抜けが遅すぎる、疲れの抜けが遅すぎる、うん、はいはい、だからやっぱ精神的にもこう非常にプレッシャーをかけながら、うん、まあ、やってたプレーが続いてたからね、うん、だからまあ一旦まあその3位に落ちて、まあこれは一回リフレッシュする必要があるなという ね、 そうですね、うん、まあそんな感じがするし、うん、まあ全試合1点差負け、これは悔しいと思うよ、 それもハマスタでだから、ねえ、うん、本当ね、まあ、その中で DeNA の方は関根が心配だね。そうですね、ちょっとね、うん、ちょっと精神的なダメージがあって、うん、まあ今日の試合でも見てたけども、うん、ちょっと制裁を変えてるかなという、うん、まあオールスター休みをね、有効な休みにしてほしいなっていうふうに思うのと、うん、広島はやっぱり一体感が出てきてる、怪我人も多い中、うん、まあ4番菊池を入れたりだとか、うん、いろいろ苦肉の策をしながらね、うん、戦ってるけども、うん、やっぱこれチーム力がついてきてるのと、チームの輪がどの球団よりもなんか強く感じるようになってきた、まあ、これは新井監督の手腕だろうけども、うん、やっぱここでオールスター休み入るのはもったいないぐらいの勢いが出てきてるよ ね、かえってこう逆に悪かったチームはそれを有効活用で、もちろんもちろんもちろん、いいチームっていうのはこの休みはいらないみたいな感じなんですか。まあそれはそうだね。でもまあ一回休みが欲しいけどね。じゃあもうこれはもうね、体の休みをして、そうだね。リフレッシュということでしょうか。うん、だからまあ見事なね、この DeNA に対しての、はい、やっぱ戦力的にはね、広島の方がきつかったと思うんだけども、うん、よく3連勝したなっていうふうにね、ね、思いました。はい。はい。続きまして、うん、阪神対中日。はい。ね、阪神、才木、伊藤、うん、西純也、はい、で中日高橋宏斗、うん、メヒア涌井というね、はい、いい投げ合いになるんじゃないかというふうには思ったんだけども、うん、まあ、1戦目6対4で中日、はい、ね、大島4安打岡林2安打、うん、2人で4打点というこの 1,2 番がね、まあ、中軸につなげるし、まあ、打点も上げていくというね、うん、中日が14安打、はい、阪神が7安打、はい、倍以上打ってんだよね。そうですね、うん、でこれあの延長に入るんだけどもさ、うん、中日の方は中継ぎ陣がピタッと抑えていくんだけど、うん、まあ、ちょっと心配なのが阪神が岩貞、島本、うん、馬場が、はい、それぞれ失点をして、うん、負けてしまうというね。ちょっと阪神もここ最近では4点っていうのはよく取ったなと思うんだけども、はい、ちょっと心配だよね、これがね。ね、だけど明らかに中日の打線っていうのは上がってきてるよね。うん、うん、だからここら辺はやっぱ怖いなっていうね、中日は。ね、安打数にも出てますよね。そうそう、14安打というね。で2試合目。はい。で伊藤とメヒア3対0中日。うん。ね、メヒア、うん、非常にいいです、非常にいいです、やっぱね、コントロールがいいわ、うん、精度がいい、うんうん、で6回96球3安打しか打たれてないというね、はい、でまあ2四球は出すんだけど無失点というね、うん、はい、でこの試合は4回に細川が先制ホームラン、はい、まあ、7回は宇佐美、ビシエドが連打して、うん、村松を送って、まあ、ツーアウトからピンチヒッターの後藤が
伊藤から2点タイムリーヒット、うん、やっぱこうやってね代打がこう出てきて左手左手打つっていうことは、うん、やっぱチームのベンチチーム全体のムードも盛り上がってるだろうしベンチにいても盛り上がってきてるんだと思うよやっぱ打てるから活性化してるというね、まあ、そんな感じがするよね、うんうん、でこの試合で阪神3安打という ねいやー打てなくなってきたな阪神がね辛くなってきた、うん、うんだから、まあ、ここら辺はやっぱこうメヒアの好投とかねまあいろいろあるにしてもやっぱちょっと打線がつながらないし湿ってるしということで、ただ逆に言えば中日はまあ連打の後きっちり送りバントを決めて、まあ、代打の後藤が仕上げるというね、うん、で伊藤も甲子園では絶大なる強さをそうですよねあの誇ってたんだけどもさ記録ありましたしねそうね、うん、でここに来てやっぱ負けたね、うんうん、だから今後やっぱちょっと心配だなっていうようなね阪神は、うんねまあ、そんな感じがするんだけども、はい、やっぱ中日はやっぱこうチーム力が上がってくる来てるのと、うん、やっぱちょっと打てばやっぱ勝てるって、まあ、それを証明するような、まあ、試合だったかなはい、うんうん、で3試合目、はい、4対1、うんね、阪神あ3連敗しなくてよかったなという感じなんだろうけども、はい涌井の立ち上がり、うん、佐藤が10号スリーラン、ね、やっぱねこういう一発が出るとやっぱ少しすごく楽になるよね、うんうん、また初回っていうのもねそれと佐藤輝が打ったということが、うん、やっぱ甲子園も盛り上がるしね、うん、なんていうのかな佐藤が持ってる雰囲気だとか佐藤が持ってる力、うんホームランの威力、うん、こういうものが初回にバーンと出てくれるとさ、うんやっぱこう圧倒されるしね相手も、ね、で非常にいい流れでこう点を取ったというね、うんまあ、そういう感じがするし、うん、まあいやこのスリーランがやっぱこう勝負を決めたというかね、うんまあ、そんな感じなんだけど、まあ、西純也も、まあ、打たれながらも、うん、7回94球9安打、うん、1失点3勝目というね、で阪神と同じ11安打、うん、中日も打ってんだよね、はいまあ、2試合連続2桁安打とかさ、うんまあ、そういうこともあるんだけども、はいまあ、1本がこの日は出なかったね、うんまあ、そういう日もあるけども11安打で1得点っていうのはなかなかねまあまあそうだね、うん、ただね西純也の状態が上がってきてんだよね、うんまあ、前回登板2試合で15イニング投げて1失点なんだよね、はい、だからそういう意味ではまあ、まあ、まあしょうがないかなっていうこういう日もあるかなという、うん、だから言えば先制スリーランが効いたという試合だよ ねでその先制スリーランの後の1点は西純也投手のタイムリー よく言ったね、うん、センター前のタイムリーなんだけどさ、ね、これはねインサイドの難しいのを引っ張るんじゃなくてセンターに押し込んでいってんだよね、うんこれ見たらねやっぱバッターとしてもね岡田監督育ててみたら面白いのような気がするけどな二刀流ねえいや本当にまあその 1,2 回で4点取って、うん、そのまま逃げ切ったというね まあそういう試合だったんだけども、うん、やっぱ阪神はやっぱ問題が解決するにはやっぱ近本が帰ってきてくれたら、うんまあ、解決するかなというね、うんまあ、そんな感じがするし、まあ、中日の方はこのままね、うん打線がつながっていけるように、うんまあ頑張るしかないなというね、うんまあ、ピッチャーがいいだけにちょっと点を取ってあげれば、うん、勝てるチームになってきつつあるねなるほど、はいはい、ということで、うん、次、はい、ヤクルト巨人、うんねヤクルトピーターズ、高橋奎二、市川、はいね、巨人は井上、メンデス、うん、菅野、はいね1試合目、3対1、ヤクルト、うんまあ、これはね、吉川の先制ホームランが3回に出るんだけども、はいまあ、4回にサンタナ村上の連打でオスナの四球、うん、これで満塁になるんだよね、うんまあ、次の本山がどういうバッティングするかって思ったらさ元山がいきなり引っ張ったんだよ初球を、うん、さあ秋広のところに飛んでなぜ秋広がファーストに守ってるかというと、うん、中田が背中痛めたんだよね、はいまあ、それでこの日は欠場だったんだけども、うん、ノーアウト満塁でファーストゴロってベース踏んじゃいけないんだよね
優先的にはホームに投げなきゃいけないんだけどさ、ね、見えちゃったんだろうねベースが。そこにありましたね。もうそこにあったから踏んじゃったんだよね踏むことによってちょっとバランスを崩してホームへの送球が弱い送球になったし、正確には投げられなくなったんだよね。でその後、それなぜファーストゴロ打ってよかったなって思うのは、うん、やっぱ満塁のランナーが1点取って一塁はこれバッターランナーはアウトになったけど、うん、はい、ワンアウト2、3塁をもうまた作れたんだよね、うん、チャンスを、うん、そこで中村が初球をスクイズというね、うん、まあ、非常に流れるような攻撃だったんだけども、うん、あれがファーストベースを踏んでなかったらどうだったのかなっていうね。ね、うん、そうなってるとホームがアウトにできてワンアウト満塁、まあ、そうですよね、うん、ぐらいにはなってたと思うんだけど、ね、どうなってたんでしょうね。そしたらスクイズはなかったと思うんだよ、うん、満塁だからね、フォースプレーになっちゃうから、うん、だからまあここら辺の守り方っていうのはね非常に難しいけどさ。で、オスナが6回、ソロホームラン、はい、うん、バルドナード、うん、ね、新外国人から打つんだけどもさ、はい、バルドナード、バルドナードね、うん、うん、左ピッチャーで、はい、まあ、サンタナが最初に立ってて、うん、オスナに情報交換してるんだよね、うん、情報を共有してるというかさ、はい、まあ、それで教えて、うん、まあ、ホームランになったと。ね、まあ、教えたからってホームラン打てるわけではないんだけどもさ、うん、まあ、だけど初めて初見で立つピッチャーだけにね、まあ、そういう情報があったら少しは気が楽だったかなというね。どんなこと言ったんでしょうって気になりますけど ね、 ね、ただバルドナード、うん、まあ、これからねちょっとずつ日本の野球に慣れてくると、うん、まあ、使えるピッチャーかなっていうふうに思うんだよね、うん、だから頑張ってほしいなって思います。はい、で巨人は3安打ピーターズにやられたんだけど、うん、7回90球3安打1失点というね。ね、まあ普通7回まで持つようなピッチャーではないはずなんだよね、うん、うん、だいたい5回長くて6回かなっていうような感じのピッチャーなんだけどもさ、うん、やっぱこう中村のリードが冴えてたというのと、うん、やっぱ この日は非常に本当にコントロールが良かったね、うん、だから相手を圧倒していけたということが、まあ、勝利に結びついたということだよね。はい、2試合目、はい、ね、10対3ヤクルト、はい、ね、2点先制する巨人がね、うん、でも4回、まあ、ヤクルト中村が逆転のスリーラン、ね、ね、5回にはサンタナ村上オスナ、うん、3者連続タイムリーで5点を奪うという、うん、もう畳みかけるように ね、 ね、打っていくというね、はい、ただこの試合、巨人は秋広、吉川がソロホームラン、うん、ね、打つけどもダメというね、うん、うん、まあメンデスが4失点、田中が、田中千春が5失点というね、はい、うん、まあ、全くゲームを作れなかったという、まあ、そういう試合にはなっちゃったけどもね、はい、うん、ただまあヤクルトの方は、うん、やっぱり中村が逆転を取ってした後にやっぱ次の回、ね、畳みかけるようにクリーンナップサンタナ村上オスナ、うん、ね、昨年何回この3人で打ったんだろうかっていうようなそんな感じのタイムリーがね、うん、炸裂したというね、まあ、ヤクルトこれこういう感じだと乗ってきたなという感じがする、うん、昨年の、まあ、点は相変わらず取られるんだけどもさ、まあ、昨年のいい時のヤクルトが戻ってきたかなという感じはするね。うん、はい、はい、で3戦目、うん、11対10なんじゃって、ね、はい、ヤクルト勝利、大変な試合でしたね、はい、はい、まあ、秋広が3回にツーラン、うん、5回に門脇ホームラン、うん、ね、ウォーカーが7回に同点2点タイムリーというね、うん、2点同点タイムリー2点タイムリー、うん、まあまあどっちでもいいんだけど、まあ10点目を打ったということだよね、うん、でヤクルトの方は村上が初回にスリーラン、はい、内山がツーラン、はい、ね、この初回に菅野から一気に6点取んだよね。そうなんですよ。あ、もうこの試合ではこう終わったと思ったんだけどもさ、うん、まあ巨人がじわ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 来るね、じわ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 来られたらいかんのやけどね。2,3,4,5 と連続得点でね。そうだよ、うん、で4回にね内山が満塁ホームラン、ね、
もうヤクルトは4回までに10点取ってんだよ。そうなんです、うん、はい、ね、うん、まあ派手な試合で、まあこれね、本当に点が入ってどっちがいつ今勝ってんだろうみたいな状況でしたね。まあまあそうだねそれで、まあ、11点目を取る、うん、延長10回、はい、まあ、これサヨナラなんだけど、はい、竹岡が決めたというね、うん、あ、まあこの試合でいろんな駆け引きもあるね。川端が出てくると一塁が空いてたら必ず申告敬遠されるしさ、うん、もうちょっと詰めたところでと思うけどそういう場面もないしね、うん、だから今後川端の使い方っていうのはやっぱ難しいなっていうふうに思うよね。本当ですね。あ、うん、でも最後な、竹岡がサヨナラを打つ前にあれだよね、村上とサヨナラの場面で勝負いってんだよね、うん、あ、だからまあ原監督っていうのはやっぱ同期を座ってるなとかまあいろいろ左対左っていうこともあったしね、はい、まあそういうことで勝負に行ったんだろうけどもさ、はい、でもやっぱこう悔しそうだったのは、うん、まあ昨日なんか10対3で負けてるから、はい、まあそうでもなかったと思うけど、うん、11対10 10点追いついてね、いやもうこれは追いつかれたヤクルトの方が嫌だと思ったんだけど、うん、やっぱヤクルトのチームの状態がやっぱちょっと上がってきてるなっていうような、うん、まあそういう3連戦でした。はい、これ両チーム合わせて30安打というね。あ、そうだね、すごい試合でしたね、はい、ただその秋広がね2試合連続、うん、これプロ入り初めてかな、うん、あのホームラン打ったりだとか ね、 ね、まあ、収穫はあるんだけどさ、うん、勝たないとね、そうですね、まあ、いけないということでした。はい、ヤクルトの方は内山選手はね1試合で2本ホームランですね。大活躍ですね。ツーランと満塁というすごいですよね。6打点だよホームランでね、はい、はい、で前半戦終了ということで、はい、どうなるセ・リーグ、うん、ね、オールスター休みの過ごし方みたいなもうね、いや本当にあの、ね、DeNA は本当によく休んでください、うん、ね、本当に疲れてると思う、心身ともにね、心身ともに疲れてると思うし、うん、やっぱ宮崎がスタートを張れないくなってくるとね、うんうん、やっぱ負けにも負担がかかるし、まあ、前後のバッターに負担をかけてしまうんで、宮崎がいなくなるともう終わっちゃうんでね、うん、治療をし休んでほしいということね。やっぱ代打とかで出ると、うん、あのスタメン出てるのとはやっぱ感覚違ったりとか、相手ピッチャーが楽だもん、うん、ただいつ出てくるかなという恐怖はあっても、なるほど、でもいつも対戦しないでいいっていう、うん、気楽さはあるよね、うん、この、うん、宮崎選手としてはやっぱりダイヤで出ると調子的にはいや、やっぱちょっとおかしいよ、おかしいですかね、うん、やっぱ集中力は高くなるかもわからないけども、うん、やっぱりリズムがつかめないから、うんうんうん、前の打席のリズムもないしね、やっぱ難しいですか、ね、難しいな、うんうん、だから本当にあの休んで頭もクリアになって、うん、ね、関根、ね、リフレッシュリフレッシュリフレッシュね、切り替え大事です ね、 ね、うん、頑張ってほしいと思います、うん、はい、はい、広島ね、怪我人がいつ戻るか、うん、でそれまで頑張れるのか、うん、頑張れると思うよ、うん、新井監督はやっぱバカになれるからいいね、うん、もうみんなとバカになれるいや本当に、ね、でもそれってね難しいことだから、うん、ね、あのプライドがあって、うん、ね、慣れない人もいるだろうけども、新井監督が慣れるっていうところがやっぱ最大の広島の強みになってきてるから、ね、監督という立場で ね、 ね、 それができるのはそうなんですかね、はい、阪神、はい、ね、これ立て直し、うん、ね、湯浅がどうなのか、うん、ね、やっぱ後ろが不安定だとやっぱこう先発ピッチャーを1イニングでも引っ張ろうとするとおかしくなっちゃうからね、うん、だから一つのバランスを保つためにも後ろのピッチャーがどうなのか、うん、で中日、うん、ね、もう寝ないで練習だよ、練習、中日は休まない、休まなくてやっと調子が出てきてるからいやいや、ここはやっぱね、うん、打つこと、うん、ね、やっぱせっかくいいものが出てきたから休まない過ごし方は休まない、休まないで、ヤクルトは投手陣は休んでもいい、はい、ね、まあ野手陣も休むか、うん、やっと乗ってきたね、うんうんうん、やっとなんかこの3連戦で昨年の姿がダブって見えたという ね、 ね、それまではいくら勝ってもちょっと違うんじゃないかと思ってたけど、うん、ちょっとダブって見えるようになりました。村上選手もね、ああ、良くなってきたよ、もう良くなってきたよ、うん、で、ジャイアンツ、はい、ね、どこがどうなのかっていうことなんだよね、うん、どこがどうなのか、いや、だから大勢がいれば、すごく安定すると思うんだよ、うん、で大勢がいないばっかりに
そこに持っていくとか誰を今日使うとか、まあ、いろいろ試行錯誤しながらやってるんで落ち着かないんだよね。だからまあバッティングって水物だって言うけど、やっぱホームランが出ないと勝てないし、だからそういう意味では、まあ、ジャイアンツはまあ大勢かな、大勢待ちというか、大勢か大勢の代わりを作っていくかだよね。もうお休みは、まあここはベテランが多いから休まなきゃなるんだよ、ベテランそういうこと。でも海には絶対行かないことだよ、海もう焼けて直射日光する焼けると、浴びるともう疲れちゃうから、ね、今も暑さも厳しいですからね。そうはい、はい、というセリフ、はい、はいはい、パリーグ、パリーグね、こういうふうな結果になりました。はい、はい、ソフトバンクとオリックスはオリックスの3連勝、はい、ロッテと楽天は楽天の2勝1敗の勝ち越し、はい、西武対日本ハムは西武が3連勝ということになりました。はい、ね、はいはい、ということでソフトバンク対オリックス、うん、ね、有原、東山、うん、スチュワート、はい、ジュニア、ね、オリックス山本、宮城、山下、俊平太、はい、ね、3勝0敗、ね、ソフトバンクが負けたということ ね、 ね、で1戦目3対2、うん、山本、まあ、山本というかオリックス、うん、これね、初回の義母の粘り、まあ本当に有原に投げさせて9球ぐらい投げさせてんだよね、うん、その後やっと打ち取ったと思ったら紅林がヒット、うん、で21ゲーム連続出塁ということでね、はい、でセデーノがデッドボールか、うん、で塁に出て頓宮が先制、はい、まあ、頓宮もあんまり当たってなかったんだけどもさ、ソフトバンクに相性がいいんだよね、うんうん、率を残してるということで、はい、まあ、先制をしていくという、うん、その頓宮がまたホームランを打つというね、うん、まあ、そういう試合なんだけど、まあ、山本が8回114球6安打9三振1失点というね、はい、まあ、4回最大のピンチは4回、うん、ノーアウト1・3塁柳田、栗原、デスパイネ、うん、で回るんだけどこれを抑えるというね、うん、まあ、その抑えた後に、まあ、6回に頓宮がホームラン、うん、まあ、三森が7回のホームランを打つんだけども、まあ、9回野口のタイムリーで突き放すというね、うん、まあ、9回にもね、うん、ノーアウト1・2塁から、デスパイネの当たりを宗が大ファインプレーしてんだよね、うん、あの当たりも下から上にパーン取ってさ、まあ、ゲッツーにするんだけど、うん、まあ、あれが抜けてたら連敗脱出してたかなっていうような当たりを宗が取ったというね、うん、ねえ、こういう一点差の僅差の試合だとそういうファインプレーは大きいですね。めちゃくちゃ大きいな、うん、はい、で2試合目、はい、2対1オリックス、うん、これ宮城と東浜ともにね8回を投げるんだよ、はい、で1失点に抑える好投を見せるんだけどもね、うん、これ松本がセデーニョにレフトへホームランを打たれ、うん、勝ち越されるという、うん、それで負けてしまうという、ね、まあ、これで8連敗になるんだけどもさ、うん、まあ打てないっていうのが最大のポイントなんだけどもさ、うん、まあそらね、山本宮城って来られてじゃあ簡単にお前ら打てるかって言ったら打てないよ、うん、でもうね、本当にね、ピッチャーが完封して1-0で勝つぐらいの気じゃないと僕勝てない気がするよね、うん、ね、うん、だって東浜も本当にエースらしく頑張ったよ、うん、うん、だけどやっぱ力尽きてまあ系統に入っていくわけだけどもやっぱ我慢しきれなかったということだ ね、 ね、はい、本当に、うん、で3戦目、はい、3対0オリックス、ね、山下俊平太勝ちという、うん、その山下7回90球2安打8三振2四球無失点という ね、うん、ね、この3点は6回にセデーノが1・2塁からスリーランホームラン、うん、頑張る、いいねセデーニョ、ね、うん、まあ、スリーラン打って、まあ、これが決勝点になるんだけどもさ、はい、俺これ見ててね、うん、変化球変化球で入っていってボールボールになるんだよね、うん、で3球目変化球これ空振りするんだけどもさ、俺フルカウントになった時に絶対に変化球で行くと思ったんだよ、うん、またボール球でもセデーニョを振ってくれるかなって思うような感じで行くと思ったら
まっすぐ行っちゃったんだよね、うん、俺この配球だけは俺ちょっと分からなかった、なんでまっすぐ行ったんだろうって、うん、でも考えたら、うん、次に頓宮待ってんだよね、うん、そしたらフォアボールだと満塁になっちゃうんだよ、うん、それで頓宮ってソフトバンクに相性がいいって1戦目の時言ってるじゃん、うん、だから歩かせたくなかったっていうことがスリーランになったのかなっていう、まっすぐで取りに来たっていう、うん、そこぐらいですか、落としどころというか、うん、井上さんの中でこの配球に関しての、いやだから頓宮がすごくやっぱ首位打者じゃない、うん、でソフトバンクに相性がいいということがあって、うん、セデーニョを歩かしたくない、満塁にしたくないということでまっすぐで打ち損じを待ったのかなっていう、うん、それがスリーランになっちゃったという、うん、だからね、連敗の時ってやっぱりいろいろ考えちゃうんだよね、うんうんうん、セデーニョの時はもうそのバッターだけに集中すりゃいいんだけど、うん、やっぱこうやって見ちゃうんだろうね、あ、頓宮だ次って、うん、そしたらここでこれで打ち損じてくれないかなとか、うん、やっぱ神頼みになることもあるよね、うん、まあ神頼みはしてないと思うけど、うんうん、でもこれが9連敗になっちゃったというね。ねえ、うん、まあ、この本当にこのスリーランのみ、この得点の試合ではね、まあ、そうだね、あ、まあ、他ね、チャンスらしいチャンスはないんだよ、うん、ここをこう仕留めてくるっていうのがね、うん、すごいな。まあでもスチュアートジュニアも非常に良くてね、うん、こういうピッチングしてたら必ず勝てるから、あの、腐らないで頑張ってほしいなと思うよね、うん、はい、ね、ただ ね、まあ、9連敗しました、はい、ね、オリックス戦、山本、宮城、山下、俊平太、うん、これね、球界を代表する3枚だからね。そうですよ、こう、まあ、それでもやっぱ勝負事だから勝たなきゃいけないんだけどもさ、うんうん、点差見て3対2、2対1、うんうん、3対0、うん、ね、やっぱ接戦に持ち込んでるじゃん、はい、それがやっぱソフトバンクの力だというふうに自分たちで信じて、うん、ね、頑張ってほしいと思うよ。ね、まあね、はい、連敗しているけれども、まあ、内容をね、振り返るということですか。うん、そうだね、あ、はい、でも、あの、食らいついていくソフトバンクの、あの、選手たちの姿っていうのはね、うん、すごくなんか殺気だったものがあったし、うん、まあ、オリックスはやっぱりね、2年連続で優勝してるというね、うん、まあ、自信を持って受けて立ってたけどね、うん、まあ、まあ、いい勝負でした。はい、はい、で、続いて、うん、ロッテと楽天、うん、ね、ロッテ小島、三馬、谷内、楽天唐島、則本、藤井、うん、楽天が連勝で乗り込みました、うん、1戦目9対7ロッテ、はい、うん、ね、中村のツーランホームランで先制、ね、楽天は5回一気に5点を取る、うん、が3点リードされる8回に、一挙5点を取り戻すロッテが ねで逆転するという、うん、でね、これでね、この試合で収まらずだったのが、うん、バッテリーミス、うん、ワイルドピッチ、パスボール、うん、両方お互いにあってさ、うんうん、お互い2点ずつ失うんだよね、それで、うん、うん、でね、一番気になったのはやっぱ佐藤だね。佐藤ね、うん、ものすごく佐々木朗希のフォークを止めるためにすごく練習してるんだろうけどもさ、はい、まあ、練習してる映像も見てるんだけど、うん、あまりにもやりすぎてイップスになってんじゃないかなって、体が動かなくなってる、うん、うん、あの、もっとフットワークを使って、うん、ボールを止めに行った方がいいし、やっぱこう止めようとした時に体に力が入ると、うん、もう全体的な動きがなくなるんで、うんうん、止めようと思った時こそリラックスしないとさ、うんうん、体が硬直してしまう。だからこれはちょっとアドバイスを申し訳ないけどしておきます。はい、ね、ね、はい、なんか難しいですね。難しい何か習得すると、まあまあそうだね、バランス的なものがあって、はいはい、はい、まあまあ、でもロッテが勝ったということでね、うん、まあよかった、あの、楽天の勢いを止めたという、うん、8連勝で止まったという、ね、ね、止まった後、ね、8連勝もしてたわけだからさ、うん、ね、これ止まった時に一気に反動が来る、そういう確率がある、うん、ね、うん、はい、三馬と則本、はい、7対6、うん、楽天良かったですね。ね、で、浅村が1回、うん、ツーランホームラン、9回にもツーランホームランという、やっぱ4番が仕事をし始めてきてるよ、うん、ね、で、阿部が、移籍後初めて
ね、9回にツーランホームラン1号ホームランを打つというね、はい、うん、この試合ポランコが1回5回8回にソロホームランすごいですね、3本ホームラン打つんだよ。どうなってるんですか、ね、いやどうなってるとそのぐらいの力があるんだよパワーとか言ってやってるけどさすごい、そうそうすごいんだよ、ね、で安田9回にツーランホームランというね、うん、増田が4失点9回にね、はい、乱調で負けるという、うん、ね、この試合で感じたのはやっぱりねソロホームランとツーランホームランの差が出たなっていう、うん、まあ、そんな感じだね。ポランコの時にランナー1人とか2人でもいたらさ、これはロッテが楽勝に勝ってたなというような試合だったんだけどさ、うん、やっぱこう楽天はツーランホームランが多くて、うん、ロッテはソロホームランが多かったというね、うん、ただし増田がやっぱこう4失点と乱調っていうのはね少し気になるところかなっていうね、うん、まあ、そんな感じがしました、はい、ただやっぱポランコが軸になってきてくれるとありがたいというね、うん、でさっきも言ったけど、うん、まあ、連勝が止まった後が大変大切だということで言えば、うんうんうん、やっぱよく勝ち切ったよね7対6でね、うん、はい、はい、でオールスター前休みになるよっていうようなことで、はい、ね、3戦目、うん、4対2、うん、楽天、はい、ね、種市が、まあ、四死球合わせて4つ出すんだけどもさ、はい、ね、この試合で、うん、でもね5回に3つ出してんだよ。あ、それが絡まって失点するんだよね、うん、だからもったいないよ ね、 そうですね、過去1回ずつ4個だったら別に大怪我はしなかったと思うんだけど、やっぱこう1イニングで3つ出しちゃうとさ、うん、もう単純にそれだけで満塁じゃない。もうそのイニングがちょっとね、うん、大変なことになりますね。てんやわんやになるからさ、うん、だからまあもったいなかったなというね、うん、で6回には小郷が2点タイムリーというね、ね、このやっぱ小郷小郷って言ってるけど、うん、やっぱ連勝を作ってきたのは、連勝が始まったっていうのはやっぱ小郷の力っていうのはすごく大きいし、うんうんうん、やっぱ何回も小郷小郷って言ってんだよね。よく名前聞きますよね。聞くよね、うん、でホームランもよく打ってくれるしさ、で今日なんかは2点タイムリーを打ってくれるというね、うん、だから非常にあの頼もしくなってきてるよね小郷がね、うんうん、ただこの試合ロッテはねチャンスが前半にいっぱいあったんだけどさ、はい、生かしきれないというね、うん、ちょっと打ち疲れかなという。ただやっぱ楽天は、うん、楽天の勢いはやっぱ本物だったなという感じがするよね。うん、ね、このまま、ね、休みに入るのはもったいないと思うけども。本当ですね、ね、うん、まあいい休みを有効利用していい休み、うん、休暇に当ててほしいと思います。はい、2番手の安楽投手が今季初勝利ということで ね、 ね、はい、はい、まあ、愛媛県の出身の選手はチェックは入れるね総裁美高校 ね、 ね、はい、はい、ということで最後、はい、西武対日本ハム、うん、ね、西武与座高橋コーナー隅田、はい、ね、日本ハム上沢、うん、上原鈴木ということでね、うん、はい、まあ1対0西武、はい、ね、初戦ね、やっぱり日本ハムも連敗中で入ってきてるから、うん、何が何でも止めたいんだよね、うん、で上沢がさものすごい気持ちの入ったピッチングをしてる、うん、ああこれを見た時にやっぱ上沢エースだなと思ったんだけどもさ、うん、まあ、上沢8回104球4安打、うん、無失点という、はい、で与座も負けてなかったんだよ、うん、あっさり強いのかな、ね、沖縄出身、ね、うん、まあ、7回93球4安打、うん、無失点というね、うん、この試合、ね、勝負を決めたのはおかわり君、はい、中村、うん、球団 最年長での、サヨナラヒットらしいんだよ、うんうん、ね、40歳というね、うん、日本ハムは7試合連続1点差負けということね、えこれはワースト記録かなんかって書いてあったけどもね、うん、うーん、まあもったいないね、うん、打てないね。まだ39歳ですね。ああ40歳の年だよね。年ですけどね、はいはいはい、ね、その1点差はね、まあ1点差って負けるの苦しいよ、厳しいよ。この逆に大差じゃなくて1点差でずっと負けてくるっていうのは、うん、ストレスになるな。そうですよね、うん、逆にこれはね、逆にストレスになるね。大敗するよりなんかこう
嫌ですね。嫌だな。うん、はい、はい、2試合目高橋コーナー、うん、上原で2対0。はい、で 昨日に続き中村が決勝ホームラン、うん、決勝点となるホームラン、はい、5回にツーランホームランを打ち、うん、まあ、2対0と高橋コーナーが完封する。もうこの点得点だけですかね。そうそう、チーム通して。そうだね、うん、高橋コーナー9回120球、うん、4安打無失点、はい、まあ、この試合でやっぱこう光るのが一つのフォアボールしかなかったということね。そうですね、はい、はい、まあ、お見事だったね、うん、やっぱ迫力あるね、高橋コーナーがこう集中して乗ってきて相手を抑える時っていうのは、やっぱ体もでかいし ね、迫力あるわ、うん、日本ハムは4安打、うん、ね、9連敗ということで ね、うん、まあちょっと語るのもかわいそうな、うん、まあ、感じにもなってきてるんだけどもさ、うん、やっぱ堂々巡りしてるのかなっていう感じがするよね、うん、もう少し、まあ、打順でもいろんなことでも落ち着かしてやった方がいいのかなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じもしないではないけどもね。なるほど、はい、はい、で3戦目、はい、7対2西武、うん、ね、まあ、初回マルティネスのツーランホームランで先制するんだよね、はい、だけど2回、うん、栗山がホームランを打ったら、ね、そこから四球も挟み5連打を集め4点を取るという、うん、もう一気に崩すというね。まあ、鈴木がねソフトバンク戦ちょっと見たんだけどもさ、はい、一気にやられるんだよね前半に。だからまあここら辺もうちょっとローテーションを考えてみてはどうだろうっていうのはあるけどね。なるほど、はい、でまあこれはホームラン構成だよね西武の、うん、平沼が6回、うん、外崎牧の7回にそれぞれソロホームランというね、ね、まあ西武らしい野球ができてきてるというね、うん、もう1点差からもうだいぶ離れてきたぞみたいな、ちょっと疲れが来てるぞって。まあ日本も負けようと思ってやってるわけじゃなくて、うん、今日こそはってやりながら突き放されてるから、うん、まあ、勝つのもやっぱこうどんどん疲労は蓄積していくけども、負けもつけあのだんだん沈んでいくよね気持ちが。ねえ、また接戦の末っていうのも ね、まあ、そうだね、ちょっと気持ち的にしんどいですかね、うん、まあ、日本ハムが10連敗、うん、借金15で、まあ、再開で、後半戦ターンをするという ね、 ね、せっかく4位まで行って ね、3位いけるかなっていうふうなところまで行ってたんだけども、ちょっとねちょっと寂しい結果だね。前半戦の終盤がね、そうだね、ちょっと厳しかったですかね、はい、はいはい、連敗連勝の嵐、うん、後半戦に向けてどうする、はい、ね、あのねソフトバンク見てるとね9連敗してるんだけどさ、うん、いいピッチャーに当たってるんだよ。でもそれは言い訳だっていうのは分かるんだけど、うん、やっぱ状態の悪い時にいいピッチャーに当たるとどうもならんのだよねどうもならんのだよね。だからそのぐらいに考えてほしいっていうこと、うん、うん、ああもうその負けたことは、そうそうそう、うん、ただ近藤柳田、うん、両輪があ両方とも打つとやっぱその試合っていうのは大概いい形になってるんだよね、うんうん、だからまあもう本当はベストの状態を作り上げて、うん、後半に向かってほしいなと思うよね、うん、はい、はい、でオリックス、ね、最高です今、うんうん、やっぱピッチャーがいい。これで疲れがピッチャーの疲れが取れたらどうなっちゃうんだろうみたいな、またエンジン全開でいけるかなっていうね。ただオールスターに出ちゃうからね、山本とか、ねね、あの山下俊平だとかね、山本氏もね、うん、選ばれましたかね。だからまあね、どういう風な中島監督だから使うのがそうです、ね、どうするのかっていうね、そこもなんかこういろいろね、はい、あの後半戦のことも血がついた采配になるんでしょうか、まあ、それはあるよ、やっぱあるある、ね、それが特権だからさ、ね、はい、はい、ロッテは前半戦よく本当に頑張りました、うん、ね、でポランコという軸ができて ね、あとは山口がくっついていけば、うん、ね、あの非常にいい打線も組めるし、うん、ね、このままの状態で頑張ってほしいと、はい、楽天良くなったね、うん、まあ、その中で大郷光ってます、はい、ね、で日替わりヒーローが出始めてる、うんうんうん、だからすごくみんな
あの気分よく野球ができるようになってきたかなって、前線真っ暗だったからさ、だからまあ本当に良くなった、そういう雰囲気を大事にしながらね、まあ後半も頑張ってほしいと思うし、はい、で西武はこのまま終わらない、これなぜかというとやっぱ投手力が圧倒的にある、うん、ね、だからそういうね圧倒的にある投手陣を助けるために何点1点でも多く取ってあげるというね、うん、まあ、そういう作業ができたらいいでしょうという、はい、で日本ハム、うん、ね、あのせっかくいい形ができても形を崩すとガタガタになるケースもあるということだよね、うんうんうん、だからまあ万波がねホームラン王争いに絡んでいけみたいな、うん、まあ、そんなこともメッセージで伝えたいし、うん、ね、まあ、みんな、ね、あの若くてあの本当にいい子ばっかりいるから、はい、ね、頑張ってほしいと思います。ねえ、ね、本当そうですね、はい、っていうような感じで、うん、ね、順位もこうね、セ・リーグ・パ・リーグともにちょっと変動あったりしつつ、まあ、変動あったね、うん、まあ、広島が2位になったりとか ね、 ね、もう広島、うん、ひょっとしたら同率1位になるんじゃないかみたいな、ね、こともあるぐらい勢いありましたけど、ね、ちょっとパ・リーグの方がソフトバンクが落ちちゃってね、うん、あのオリックスがスポッと抜けるような感じになったけども、はい、まあ、まだまだ後半戦あるからね。そうですよね、はいはい、ゲーム差的にはまだわからないというところで、そうだね、うん、はいはい、まあ、でも楽しいあの前半戦だったし、非常に感動するゲームもたくさんあったしね、うん、まあ、オールスター休みもあので本当にいい調整をして、うん、いい休みを取って、うん、後半戦またあの感動する試合とかをね、うん、見たいと思います。はい、19、20とオールスターゲームがあって、はい、1日空いての22日の土曜日からまた ね始まりますので、はいはい、まあ、それまで3連戦振り返りはお休みしますので、はい、ね、こちらも、ね、ちょっとオールスター休み取らせてください、うん、だけどまたね、はい、オールスターのお話とかもあるんでしょうかね。まあ、あるかもわかんないけど ね、うん、はい、どうも、あの前半戦お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい。